デリフトとマズラウィリサマルもともといてオナナでもうアヤックスが最強って思ってんだろ天白 <laughs> アヤックスが最強やなっていう <laughs> あの時のアヤックス作ったらいけるなっていうことですからねでもまああれですよね本当に普通にユナイテッドここにあるでしょマズラウィ入ってきて天白じゃないデリフト入ってきてでホイルンド来てザークツ気をつかなかったもんね ラッシュオードがなー決めなすぎたからなマジで両サイド右頭の左ガルナチョ見たいねでトップにホイルンドとかザークツィンになったらすげえ楽しみじゃないでディフェンスライン補強した選手たち入れてさねプレミア楽しみだねいやガルナチョがもう本当に頭から出してほしいわほんとよくなってるからねそうだリ,リサマルとあれでセンターバックでリフトで右ダロットであーそっかてかあれあの人どうなったらもう いいないのあの左サイドバックのさあなんだっけ名前もうほとんど怪我してた人うまいんだけどめっちゃ怪我してたあのあれ名前絶対みんなのが早く出てくるわでてルクショイルじゃん普通に考えたらじゃああのもう一人マラシアだのマラシアってどうなったマラシアもオランダ系だよねオランダから来た系だよねそうだよだ全然でヨーロもいるんでしょういやマジで補強したなそう考えたユナイテッドとすごいなだってユナイテッドさでエリクセンも使ってないじゃん ただってこれ今ベースメーカーの場ザークツィーホイールンドどっちかトップ使って、トップしたブルーのいるでしょで、両ウィングにガルナチョアダマいて、で、サンチョとかアントニーとかラッシュオードもいるわけじゃん。で、ボランチメイヌー軸にもう一人、僕はアムラバートいいと思うんですけど、風見ミロいて、エリクソン、エリクソンこソンこでもいいしね。で、ディフェンスラインさっき言ったリサマルとデリフトで、両サイドバックにダロットとルックショーで。普通にすげーいいチームだよね。今すぐビッグクラブと当たったらやばいけど。超楽しみだな。 モイルンドとザークツィは両方一緒に使ったりはしないのかね、その辺どう使うか楽しみなんだよね。アラトクリフ教のガチさが見えますよねそして、ティは今日の試合見て、コバチッチ、オライリー、マカティとこの辺のね、ロドリパートナー兼代役をどういう結論付けるのかだよね。普通にディフェンスラインの選手からね、ストーンズ使ったりとか、まあ、僕は普通にダブルボランチね、ロドリの予去年も言ったけど、ストーンズ、アカンジどっちか使って、ディフェンスライン下ろさなくていいっていう。 楽しみだね来週もプレミア開幕でね、オープニングでもユナイテッドだよね。これ、あのユナイテッドがバタバタして危ないけど、あのリアクションしないのは別にユナイテッドに興味ないわけじゃなくて、あのユナイテッドのビルドアップってこうだから、てか、テインハグのチームのビルドアップってこうだから、もう頑張って、向きになってポゼッションする、あのは黒田さんが言う、そんな向きになってポゼッションするっていう、かわしてもミドルサードだけどみたいなのがこれですね。なんであの 僕が喋っても喋んなくてもその時の選手の感性であれするんでうまいこと言ったときに喋ろうみたいな感じですなんでうまくいかないかはう回経路エスケープ作ってないしポイントっ立ってないしそう裏抜けも少ないしみたいな全部言えんだけど言ってねうんなんかこうオーバーキル感が出ても嫌だしリバプの方がう回経路とかポイント立つのは上手くなると思うなただユナイテッドよりもシンプルプレス体性高い選手は少ないのかなどうなんだろう でも風呂と遠藤であ、ちょっと似てるかもね、それでいうと。あと、キーパーのプレス体勢が低いから、両足で蹴り分けられるわけじゃないし。あとはユナイテッドだと、こっからチーム作り替えてって感じで、あんまり成績良くなくても言われないけど、クロップの後とから言われやすいのはあるだろうな。っていうか、そんな無理する必要なくないって、リバプールのサポーターの人の方が思うだろうし。だから、天グのユナイテッドでだと、アンカーは風呂より適正な選手いっぱいいますね。マズラ・アナレとか、アムラ・バトとか。メイヌもそうだろうしね。 テンアングのユナイテッドだ,ユナイテッドだとあの、風見朗がトップ下とかインサイドハーフだと思いますから、ただ、前線でこういう風にごちゃごちゃっとした中で、ある程度、ボール収まると、キーパーからのビルドアップより、押し込んだ後とか、後ろに逃げれるから、だからね、もうしあの、守備側が前にいかなくなるんだよね、ゴールを守ること優先する守備だから、ボール奪う守備じゃなくて、この形をビルドアップで機能的に作るっていうのはできないから、なんか今、いい感じにバイいたとの風見朗のドヤ感感じたね、今の。 <laughs> そんなに首さっき振ってなかったよ今今のワンタッチでさばいた後の風見ろのドヤ感がすごかったな俺こんなのできますおいつもできてますみたいなみんなブルーノの右張ってるやついねえから一回戻せっていう本当賢いよね先考えて仕事できすぎるからそれできないやつにイラつくんだろうなで今俺が張ったからお前は中降りてこいっていうねブルーノのコーチング見てるとむっちゃおもろいもんなおもろいてうか尊敬するわ仕事できる感が だから変なミスした時のあの冷たい顔ねあこれねデリフトのユナイテッド移籍結構楽しみじゃないこれ何楽しみかって伊藤洋輝とってヨナタンタトルからバイエルンがキム・ミンジェ残してデリフトを出すとでその先がユナイテッドでテンハグはいまだにデリフトがまあ大好きなディフェンダーだとデリフトのことを好きだとでデリフトが CL で活躍してね そのの後に、えー、と最初はあれかなユベントスしたデリフトの相方って左利きの、まあ、当時からもベテランって扱いだったんだけどセンターバックサイドバックやるああのあれブリントだったのよでブリントを全体的にパワーアップさせたのがリサンドロ・マルティネスなんですよコマンダー力とかその落ち着きだったりとかデュエルの強さとかなんでデリフトの横にデリフトってピケっぽいんだけど どっちかっていうとこの空中戦強かったりキックはいいけど周り動かすのが得意かっていうとそういうタイプじゃないですよなんでバランとかと一緒で横にお兄さんいると強いタイプなんですよねコマンダーいるとでどっちもアヤックス出身でしょで監督は天白でしょだからねデリフトとリサンドロ・マルティネスが組む最終ラインのユナイテッドって結構楽しみだなと思ってなんで最初にデリフトの話しましたあのあれなんだよね ユナイテッドいろんな監督と話したけどあの人があのラトクリフ教が給料安すぎる問題と移籍金にお金使えない問題でいろんな人が断ったみたいなのが出てきましたねリサマルの控えまず欲しいですけどだからあれでしょバランは出てくけどリサマルプラスワンでもう一人ぐらい取ってとかあと誰か移籍でお金作ってみたいなイメージだろうねリサマルが思ったより離脱多かったからなんかオナナもアヤックスだと本当、後ろ全部アヤアックスになるみたいなイメージか リフト一見コマンダーっぽいけど弟キャラですよね,そうそうそうね今回積極補強のユナイテッド天グ可能な限り強いチーム戦手層に厚さをってこれ、ね、何も言ってないのと一緒ですからねみんなそう思ってるからなあ監督はまあでもね天牧のチームは戦手層ないと成立しないビルドアップの形とプレスの形でやってますからねやっぱ天グに教えられてるティンバーはクロス対応下手なんだけどアーセナルでしっかり1年時間かけたティンバーはクロス対応うまくなってるんですよで ユナイテッドもサポーターの人も見てるし俺もいつも言うけどクロス対応苦手じゃんなんでそこフリーにすんのって多いじゃんだから天グが可能な限りチームに補強選手そうな厚さをっていうのはなんかそのただ出力してる選手の能力を生かすっていうより選手の能力に頼る感じになってんなみたいな思いますねでその厚さとか野心とかロマンは天白があると思うんですよ僕もそこは好きですしただディテール詰めれない人だねビルドアップの形も ただ、おならが技術高くて良かったみたいな人多いじゃん。で、その天白が、あの、言ってましたね。ラッシュオードの復活に期待。2年前と同じことができる。ラッシュオードは自分自身をただ向上させることができる。彼は力を持ってるし、これまで多くのゴールを決めてきた。それに彼はまだ若いからできるはずだ。私は彼が2年前と同じことができると確信してるし、100%信じてる。てねえ。ってことは、この2年間よくなかったってことなんだなっていう。はははは。 そこぼやかさねえんだっていうちゃんとこの2年は良くなかったっていう2年前良かったなっていうの言っちゃってるからねうんで僕はもうあのフォワードチームのメンタルがうんなかったり薄い選手っていうのはチーム全体に悪い効果をもたらすと思ってるんで僕はラッシュフォードから脱却できるかどうかってユナイテッドのめちゃくちゃ重要なところだと思いますねお家で使えるか使われるかどうか分かんない基本中心は メイヌーとウガルテ来たらウガルテだけど風見はそんな使われないと思うんだよね風見ろよりもアムラバートの方がいいうん現象としてもいいしねティア安グのサッカーだとねホイルンドザークツイってね二人一緒に使うとしたら縦に並べんのかな四二三一。っていうかあのユナイテッド見たらあれだなあ,のあれ名前なんだっけあの選手すげえよかったな若手のさなんかね風見ろがめちゃくちゃプレス体制自分でないのも知ってるから隠れるんすよ パス出されないようにでも、厳しいパスつけられて失うみたいな。で、これはもうずっと俺、風見ろ取る時から天グのサッカーのアンカーじゃないっていう、風見ろインサイドハーフはアムラバとアンカーなんですよ。で、今、プレシーズンだからやらされてるけど、そもそも風見ろって、ビダル的な選手だから、気が利く前線に飛び出してくみたいな、前向けた時はいいけど、後ろ向きで足元やらかい選手じゃないからね。そうだから、風見ろ、昔だったらユベントス行ったりとだ今だとマロッタがインテルいるから そこ行ったりとかしてないね。インテリのサッカーだとポジションチェンジむっちゃするから攻撃の時バレラがね、ビルドアップの時下降りてきて風見ろ上がってみたいなね。今のユナイテッドって一番風見ろがいけないチームなんだよな。アンカーにスーパーな選手が必要みたいな。お家デレ、お家デレがめちゃくちゃよかったな。めちゃくちゃというか、お家デレが伸びてったらなんかユナイテッドのライスになれるというか。 パスの質高くてフィジカル的に強くて首ずっと振りながらビルドアップ参加して守備切り替え早くできるみたいな。切り替え早くて、強度高くできるって感じ。お家出れ、うん、だから、ね、あのポジションの選手取るだろうけどね、うわるてとか話あるけど、お家出れがすげえ好きだったな。風見のインサイドハウス風にするとメイヌーベンチになる。いや、メイヌーは絶対使わなきゃダメですよ。風見の適正の話っすね。でもユナイテッドは本当にね、その時に選手たちが、 思うポジションを取る感じでビルドアップをキーパーからしたいっていう志はあるけどそこは選手の判断と技術に頼るんだなってチームだからねだから今後も怪我人増えると質が一気に下がるサッカーだろうなその今いる選手の質でね戦術要領をちゃんと見極めてやるって感じじゃなくてみんな頑張れっていうサッカーだからねお前ら上手いからできるよっていう。 私、レオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では、毎週水曜、金曜、19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊。シュアボ東京で25万人以上に見られながら、報酬をもらって本気でサッカーしませんか多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガー輩出を目指す僕らとしては、ステップアップも大歓迎です。概要欄の URL らのご応募、お待ちしております。